全然知らなかったんですやっぱり選手の時って。すごい今勉強になってます。はい、いっぱいありますもんね。やっぱ SNS だけじゃなくてテレビ、あ、そう、テレビにもすごいいっぱい出させてもらったんですけど、あれはもう完全にやらされてるんですよ。そういったテレビは、まあ、特にファイブロもうね、ひろきさんのコーナーができてる状態です。選手からすごく言われてるよね。現役のよりも何倍も何十倍も出てるんじゃないですか。大して選手の時出てないですからね。ちょっとなんか演技も上手になってきましたね。いや、演技は高田氏の側はわざとなんですよ。本当にうまくできる、はい、本当はね。選手の時と今働いてみてどうですか、お客さんの表情とか変わってきました、はい、見るんですか、変わってきた、まあ、だからさ、選手やった時は本当選手しかやってなかったので、どういう人がスタジアムに来てるかとか、まあ、負けた時とか特にどんな顔してるのかとか全然まあ見たことなかったんですけど、やっぱり感じるのはサッカーチームってホームゲームすごい大事だなって思います。皆さんの満足度とか、そのサッカーする前の今だと僕たちイベントで関わらせていただいてるんですけど、そのイベントでサッカー以外にもその楽しい、ここに来るのが楽しいと思ってもらえるような、そのワクワク感みたいなのをいかに僕たちがどう作れるかっていうのをすごい勉強させてもらいましたね、1年間。ひろきさん、控え室にいる時も本当に真面目に話してくれて、本当にこの仕事をやってくれてよかったなって私も思ってしまうくらいだったんですけど、なんか改めてこの仕事をして選手にももっとなんか協力してほしいとか思ったそうですね。はい。フロンターレの選手って多分すごい協力してくれてる方ですよね。いや、していると思いますよ。この間高木俊っていうね、今千葉に行ってる選手が戻ってきた時に、やっぱり千葉に行って、その千葉が悪いってわけじゃないですよ。千葉がやっぱりイベントが全然なくてびっくりしたって言ってました。だからフロンターレから入っちゃってるから、フロンターレのハードルからそういう人に行くともう物足りなさだと思ってるし、逆にその途中から他のチームからうちのように来る選手とかはやっぱりびっくりだよね。もうみんなびっくりします。みんな言ってますよ、それは。最近はでももうみんなそういう下情報みたいなのが入ってて、聞いてますっていう風な形で入ってくるから楽にはなったけど、はい、そっか、選手間でもフロンターはいろいろやされるよって。やるよね、やるよ、やるよ。だから次こういうのは角田がやるのかってやるそこは結構話題になってる。健吾が脅すんですよ、浜田さん、次入ってくるやつは簡単じゃないよって言うわけですよ。吉田もどうしてイメージはやるイメージなかったじゃないですか。でも本人はやりたいって言ったんですよね。言ってた、言ってた、うん、もう全然大丈夫です、もう僕も全然やりますからって2013年入ってきた時は言ってたけど、本当いきなりバナナですよ。そうで、あれはやっぱりバナナをやっぱりやらないとうちに入れないっていうこうそれ言ってんすか、スカウト。え、言ってる、西沢西言ってるもんですよ。すぐかぶるかぶるわ、うん、だからそれがもううちの、よくメジャーリーグとかやってるじゃないですか、松井が来たりとか、なんか変な格好させられたりとかやってるじゃないですか。やっぱああいうようなもので、うちに入ったっていうあれが証なんですよ。だから、算数ドリル、大体算数ドリルの撮影なんですけど、バナナかぶって、撮影が終わると、みんな拍手するって言って、ようこそフロンターレスタッフみんなでスタンディングオベーションするんですよ。そういう感じでみんな迎えてやってます。で、吉田はすごく最初からもうやりますって言ったけど、もうすっごい尋常じゃない汗かいてました。最初ね、最初すごかったよ、はい、だいたいみんなそうですよ。山瀬って選手いたじゃないですか、山ちゃん、山ちゃんなんかほんと小鹿のように触れてました。で、そこの横でさ、ね、健吾がね、もうさっさよお話しだったんですよ。口慣れてますからね。もうこうやってるんだよ、やっていくから、だからやらざるを得ないよね。そうだよね、はい、撮影です。基本見せてたのはきっと健吾さんとかひろきさんあたりが今みたいに早いんですよ、だから慣れてるから、分かってるからね。ちゃっちゃ撮れるもんね、はい、他の選手は本当戸惑ってる。まずだからその撮影してたら選手が何やってんのと本当コソコソコソ見に来るんですよ。
ん、もう無理だよって言いながらやっぱロッカーを戻って、こっち来るときはちょっともう意気込んでそれ覚悟しないと多分できないですからね感覚的そういう無理だよっていう選手をこうなだめたりとかはしなかったんです。やっぱシャイな選手もやっぱいるんで、はい、誰ですか。カニ君すごかったよ。カニ君はな、高尾すごかったよな。あれ撮影する時間がなくて宮崎で撮影したんですよ。キャンプ地まで我々行って撮ったんだけど、もう半端なかったよな。どんな感じ。いやもうカニ君言葉出てこないですよ。もう口からね言葉が出ないぐらい。ああってなっちゃって汗も超かいてる。汗がもう滴り落ちてるんですよ。すごかったです。かわいそうです。かわいそうではって言われてるんですよ。女性に人気あるんですか。ただ谷口翔吾はもう最初からね、スマホ。翔吾はスッとやってました、ね、はい。でもね、最初もそこから入るから、あとめちゃめちゃ楽ですよ。あとはもう、だからね、ハードルはね、高めにやっぱり設定しておかないと、最初から。で、うちはもうそこだっていうふうに思えば、選手はもう別にそこにビビることはないですよ。低くしちゃうから、あと低くてそこにね、そのなんだろうな、年長者というか、そういう影響力のある選手が そこだっていうふうになっちゃうと、みんなそれ以上はできないんですね。そういうふうな、あるよね。そう、はい、浜田さんはね、そう言えば。でも俺、無理やりはやらせてないですよ。そうですよね。今じゃそうですよ。カニ君だって、この前、ホーム最終戦の次の日にユースの試合があったんですよ。そこでカニ君来て、まあ、知ってる人いるかもしれないですけど、ヒロキの過去、カニ君はこれ自分で着るっつって自分で着る、うん、ね、そうだから覚醒していくんですよ、目覚めてフロンターレのそういうプロモーションって面白いなって、自分からどん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 こういう風になってくるから、だからそこはね、絶対最初にやった方がいいです。だから本当だから俺はもう角田が僕気になってきてだからバナナをねで、みんなで、ね、話してるのは角田がやりやすいようにしっかり健吾のその写真ね、健吾のバナナマンの写真ね、それからあとヨシトのバナナマンの写真、それから昔のそのエイジで、関係ないホンダとかも合成して置いとけば角田もそのまま浮かすね、ホンダさんがやってんだったらみたいな捉えちゃう。でもこれにね、トークショーに来てくださった方は角田選手のプレーもそうですけど、そういうどう変わっていくかもちょっと楽しみになりましたよね、今ね。絶対に二面性あった方がいいんですよ。すごくああいう無骨な感じな人がそういうことをやれるっていう方が絶対こう、みんなキュンとくるんですよ。キュンは来ないか、キュンは来ないけどこうね、応援したいって多分身近に感じるじゃないですか。俺は絶対そう思うんですよ、ね、うん、美濃なんかも、美濃なんかもああやって無骨な感じだけど、やっぱ川崎市民でよかったよってああいうね、キラーワードを作ったからこうもっとみんなの心つかむとかあるじゃないですかね。あります。いや、井川とはだからそんなやつ面白くないですけど、ね、分かっちゃってる、面白いですね。